お疲れ様でした。あの田中さんね、今日は、ね、はい、そうですね、あの私が所属するウェザーマップ、ウェザーマップについて、はい、あのお伝えさせていただきました、実はですね、もう本当に新進気鋭の気象予報士がたくさん揃っている気象会社だったということで、皆さんの好みの気象予報士の方も見つかりましたか？やっぱり田中さん一周回ったってどっか行ったんですね。一周回って田中君です。ありがとうございます。一周回ってね、田中君だよ、やっぱり。いや、でもあの写真は変えられないんですか？この写真は。そんな言わないでください。みんな見ちゃうじゃないですか。変えた方がいいよ、変えた方がいい。はい、そうですね。ダメなの？加工したのじゃ。あ、加工したのかいい。加工したの載せちゃダメなの？あれはもう素の自分を載せてますので、はい、あれは2年半前に撮りまして、うん、よ、更新されないんですか？あれが、なんだっけ、私がウェザーマップで初めて ここのカメラ、事務所を使って撮りましょうって言った初めての人だったんで、もうしばらくもうチャンスはないんですよ。はい、なんでもうしばらくあの写真になると思います。整形したので変えてください。してないです、してないです。一番ね、説得力があるし、あ、それは変えなきゃと思う。あ、そうだなって。確かに、いや、あれは髪型ですよ。そうか、そうかな。いや、いや、今がいいって言ってるのよ。あ、ありがとうございます。今がいい、やっぱ整形ってすごいね。技術の発達ね、すごいよ。いや、これ全世界に。だって私と紀藤さん整形だよね、紀藤さん。リエちゃん、リエちゃん、リエちゃんも言っといた。リエちゃん今折り合いに寄ってる。リエちゃんとあやこちゃんね、整形。でも言われる、すごい胸を張って言うのに、うん、え、もうちょっとやり終わっただろうみたいな。たまにラジオにも来る。ラジオにも来る。それで、ね、整形したんですかみたいな。え、メッセージが来るんですか？いや、来る、全然来ますよ。そういうキャラですから。はい、キャラですからね。整形するならもっと綺麗にしたい。じゃあ僕もそういう整形キャラでいこうかな。なんだよ、整形キャラ。そんなこんなで、そんなこんなで、おうち時間を、ね、はい、皆さん楽しむためにもウェザーマップのホームページを見ておうち時間を過ごすというのも、はい、充実してますので、はい、よろしいかと思いますので、はい、ぜひ試してみてください。はい、明日いいねはお休みです。はい、はい、我々に会えるのは来週、再来週です。そっか、ゴールデンウィーク。そう、来週、再来週です。はい、そうか、悲しい、そうだよ、悲しい。来週、ちょっとあれだよ、だもうちょっと喋りたいんだよね。なんかあります。忘れちゃいそう、忘れちゃいそう。いや、だから息吸、いや、そうなの、もうちょっと喋りたい。最近夕飯の時ずっと喋ってて、娘がママ食べる時はそんなに喋っちゃいけないんだよみたいなこと言ったら、言った主人の言葉、ママは喋ってなきゃ死んじゃうから。マグロみたいですね。そうすいません、仕事量が足りてなかった。全然足りない。家族のみんなごめんね。ママもっと頑張るから。すごい。1週間休みだから家族のみんな覚悟して。相当な被害が出そうですよね。2週間後に2週間後に会いしましょう。